奈良クラブでは地元農家さん協力のもと、農園隊長津波選手のサポーターが田植えを実施。じゃあ行くぞ。まずは津波選手が乗った田植え機発進。まっすぐ綺麗に植えていくと、今度は手で植えていきます。若い時はもっとやらなかった。最近はでやってる自分を褒めたり。いいみたいな。お姉ちゃん食べどうですか。楽しいです。楽しいです。あ、うまい。すごい上手ですね。めちゃめちゃいい感じ。途中突然の大雨にも合いますが、こんな時は応援の練習。まあ、なんかでもいいことも悪いこともあるようなサッカーのような、 なんか農園の一日でした。はい、今年もその収穫の時にはこうチームもこう期待度が上がっているような状態で収穫を迎えられたら、ファンの皆さんにとってもいいのかなと思います。